石黒由美子が巡る木津川 E の旅、市内のパンを食べ尽くせ編パート4。前回はパンに合う飲み物を探して中山コーヒー焙煎所へ。コーヒーの香りに包まれながら優雅なひとときを過ごしました。今回も気になっていたモイロミフィーカの紅茶をいただけるということで、とっても楽しみです。お店の様子は泉姫リポーターお願いね。おすすめの紅茶ですね。どんなパンを食べるんですか？それならオレンジアールグレイかハニージンジャーレモンなんですが、モイロミの紅茶でとても人気のあるオレンジアールグレイの紅茶をご紹介します。これはアールグレイにオレンジピールをブレンドしたとっても香り高い紅茶なんですよ。お待たせしました。石黒さん、今日はオレンジアールグレイとハニージンジャーレモンをご紹介しましたけれども、お店には常時40種類以上の紅茶を販売しています。ぜひ遊びに来てくださいね。大谷さん、ありがとうございます。ここでもやっぱり？はい。それではゲーム対決行きましょう。叩いてかぶってじゃんけんぽん。勝者石黒由美子。いただきまーす。もうね、モイロミフィーカさんのオレンジアールグレイティーの香りがもうすごいの。なんか癒される。本当にね、アールグレイティーだけでも私大好きなんだけど、またオレンジの香りがいいね。いただきます。はい、爽やかに美味しいです。じゃあどうしよっかな。ほら、とりあえずさ、この可愛い幸せの黄色いメロンパンいきますか。幸せ、クリームパン、いただきます。で、真ん中から食べていい？
これワニパン。ちょっとじゃあ尻尾の方がいってみます。うん、これ予想外、ワニパンうまい。みんなが大好きシーチキンマヨネーズじゃない？はい、じゃあこれはクリームマーブルパンです。これはね、もう甘党には絶対受けるね。ものすごいカスタードの甘みがふわーって感じ。プリン好き、カスタード好きは絶対好き。美味しかった。今回の動画ではモイロミフィーカの紅茶とパンを一緒にいただきました。飲む前からオレンジのいい香りがしてて本当に美味しかった。お店には常時約40種類くらいの茶葉があるみたいだから他の紅茶も試してみたいな。さて次回はいよいよ市内のパンを食べ尽くせ編最終回、ちょっと意外なものが登場します。お楽しみに。